んにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、気になりすぎるメニューを食べてみようのコーナーでございまして、本日はなんとくら寿司さんがまたとんでもないメニューを出されるということで、私そのくら寿司さんの試食会に呼んでいただきました。これがですね、5月の10日から始まるメニューでございまして、まずはくら寿司さんの旬の極みシリーズ、これはその時期ごとに採れた一番美味しいやつを厚切りで出してくれるというものなんですけれども、今回は初ガツオがそれになっておりまして、厚切りのわら焼き初ガツオという、それプラス厚切りのわら焼きの初ガツオお作りもありまして、この2つ、まず注文したいんですけれども、じゃあ何かと、いつものカツオと比べてどんだけ熱いのかも見てみたいですよね。なのでまずはいつものカツオ、ゆず塩カツオたたきですね、注文してみましょうと。はい、注文する。はい、もちろんします。ビッグラポン、カツオはもうカツオでもちろんなんですけども、やっぱり僕としてはオープニングマグロっていうのもね、注文しておきたいので、厚切り中トロ1貫はやっぱりちょっとまずは挨拶しておきたいですよね。中トロ、きた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 、はい、来ました。やっぱり美味しそう。まずはこっから始めたいよね。うわー、厚切りじゃん、やっぱ厚切りじゃん。そしてゆず塩カツオたたきも来ました。これもはっきり言っていつも僕大好きなやつですから、もう美味しいのよこれ。このピカピカ感もいいでしょ。いただきます。本当に厚切りだもんね。こう来ての、はい、こう来てのちょん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 、はい、ちょん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 、はい、はい、綺麗。明らかに美味しい、明らかに滑らか、もう口の中全体に滑らかタッチ、もうすんごい食感も素敵だし甘い、甘い誘惑にも程がありましたが、では5月10日から23日まで出ます厚切りのカツオの方見ていきますと、こちらでございます。ででーん、確かに厚みが素敵よ、素敵な厚み、ほらほら、この厚みなんです、こうなんです、ほらだいぶ話変わってくるよね。ではちょっと食べていきましょう。ほら、僕知ってんだから、これすでにめちゃくちゃ美味しいんだから。炙った風味も素敵ですし、さっぱりだけじゃない奥にある旨味、完璧なんですよ。これ一口食べてこれで十分じゃんってなったところでの、これいっちゃいます。もうすでにこれで満足してんのに、もうすでにすごいのに、さらにその上をいっちゃうっていう、イチロー選手が首位打者とか全然取ってんのに、まだ毎回毎回打撃フォームを改造しようとしてたあの感じ、味わってみましょうか。いや、迫力、この嬉しい部分がめっちゃ増量ってやっぱ素敵だよね。時間割でたまにさ、1時間だけ数学で、あとは体育とか美術とか、そんな教科だけの曜日ってたまに出てくるじゃん、それみたいな感じ。ただシャリはシャリで嬉しいんだけどね、この場合ね。そんでまたこのゆずポン酢がよく合いますこと。そしてくら寿司さんには珍しくお作りのパターンもあるんです。これさ、前あったさ、テッサ以来、あのシャリがなくてお刺身だけっていうパターン、ジュレみたいのが乗っている感じでございまして、あらららら、ら結局これもほらほら分厚いんだから。もちろんうま、シャリなしの単体でももちろん美味しいやつだ。ソロデビューして全然活躍できるタイプだ。これジュレの味わいもベスト、最初にしっかりした味わいがガンとくるんですけども、ちゃんと炙った香りの邪魔せずに共存してる感じ。これは超おすすめ、超食べ応えある、思った以上の食べ応え。そんで他にも厚切りメニューっていうのがありまして、厚切りマグロ、厚切りハマチ、厚切り中トロ、厚切りマダイ、厚切りゆず漬けビントロ、炙りたてうなぎ、たっぷり大粒いくらってことで、やはり僕としましてはハマチ、これもいつものハマチと比べてみましょうかね。まずは、はい、これを注文すると、いつものハマチが来ました。これもさ、美味しそうじゃないですか。ただ厚切りハマチの方は
こうなっております。やっぱネタが下に両側ついてるっていう感じでございまして、いつものもでも僕十分いいと思うんだけど、ちょっとついてないんだよね。だから膝を伸ばして手の指先を地面につけるストレッチだとしたら、先生にもっと頑張れって言われちゃうやつでございますが、でもですよね、ただこっちがすごすぎるだけっていうパターンだよね。一応食べ応えにどれくらいの差があるのかっていうのもね、食べ比べてみたいんですけれども、このちょっとコルッとした食感がまたたまんないんだよね。そして厚切りの方でございますが、ちょっとやっぱ迫力がすごいなっていうのは間近で見てわかるんですけれども、なるほどね、満足感がやっぱちょっと違うのかな。しょうがないからこれはね、この一口で僕の大好きなコルコル感を何回も味わえるの。口に入れて噛んでコルってなって、まだ噛んでない部分がいっぱいあるから、何回もコル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 って、もうあちこちからコルコルのコールが起きてる感じ。そしてまだ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 新メニューがございまして、クラリスさんやはり見たことないものを作ってくれております。なんと今回スーパーフードと言われています、ビーツを使ったお寿司も登場するそうでございまして、アボカドビーツビントロ、そしてもう一個がアボカドビーツホタテ、ちょっと両方いってみましょうか、気になるもんね。さあやってまいりました、こちらがアボカドビーツビントロでございます。わあ、ピンクの上に緑、そしてピンク、ピンクとピンクで緑をサンドしてる感じ、すごくなんか綺麗で可愛らしいよね。アボカドビーツホタテがこちらでございます。こちらもやはり可愛くて綺麗だよね。いや、とにかくビーツってロシア料理のボルシチとかに使われる欠かせない食材だと思うんですけれども、ここで合うとはっていう感じですよね。本当にお寿司屋さんでまさか合うとはって感じですよね。この間スクランブル交差点に稲葉さんがいたっていう、あのインスタグラムのあのびっくりなやつと似てますよね。まあ、こっちはビーツで、あっちはビーズですけれども、とりあえずちょっとお醤油をちょ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 っとかけまして、全体的なことで言うとすごくまったり美味しい感じ、食感滑らか、まったり、これはビントロとアボカドによってすごくまったりしてる感じになると思うんですけども、ビーツ自体はそこにねちょっとさっぱり清涼感を加えるみたいな働きっていうのかな、でもすごくそれがねいい役割でございまして、みんなもう噛み合ってる、仲がいい、だからもう全然合うんじゃない。ホタテの方もいきましょうね。よいしょ、ホタテがすごくおしゃれしちゃった感じになってるもんね。ここからこうすると、あ、いつものホタテさんですね、お疲れ様ですってなって、あら、パーティーでも行くんですかみたいな感じだもんね。これも美味しい。だからさ、結局甘くてなんかまったりしたものに乗ってくると、ビーツっていうのはしっかり存在感を発揮して仕事ができるってことなのでしょうね。いい職場を与えられて生き生きしてる感じが伝わってきます。で、一部でありながら全部っていうんですか。そして僕が今回さらに驚きを隠せないメニューがこちらになっております、カリフラワーライスカレーですって。これ前代未聞ですよ。そもそもお寿司屋さんでカレーが出たこと自体、シャリカレーありましたよね、あれ自体がもう半端じゃなくびっくりだったんですけども、今度はそのカレーライスのライスの部分がカリフラワーなんですって。糖質 67% オフのとんでもないメニューなんですって。さあやってまいりました、カリフラワーライスカレーでございまして、ちょっとこれ皆さん見て、全然違和感ないの、見た、もうルーの匂い半端じゃなくいい。ただこれよ、これもうライスじゃんって今でも思っちゃうくらい、この画面越しに見ると。ただですよ、見た目が似てるっていうだけで成立するんですかって話ですよね。じゃあ何かと、ラグビーボール忘れたからパイナップルで今日やろうってことになんないでしょ。だからちゃんとメニューとしていけてるのかどうかっていうのもチェックしてみたいんですけれども、こう来てのこうですよね、あの美味しくいただける別物のやつ、今日人数集まんなかったからちっちゃいゴールでやろうぜみたいなことを言ってるうちにフットサルができちゃったみたいな、違う競技ができたみたいな、そんな感じかな。まあフットサルの由来がそれ正しいのか分かりませんけれども、でもフットサルはフットサルで楽しいじゃん、でこれはこれで美味しいじゃんっていう、そんなメニューかな。ライスと比べてもちろん一個一個の粒の食感が割としっかりしてるんですけども、このやや辛めのカレーでそれがどんどん美味しく食べられるっていう、そんな感じかな。
うん、おいしい。いやだからすごいよ、こんだけたくさんのカリフラワーをガツンと食べられるって嬉しいよね。疲労回復とか老化防止に効果があるんだもんね。ただ毎回言いますけれども、老化防止に効果のあるカリフラワーがカレーっていうことなんです。その矛盾なんです。あーほら美味しい。では野菜に対しての火がついちゃったので、これもうついでにいっちゃいましょうか。コップ一杯で野菜1日分の野菜ジュースがもうすでにこれ出てるんですね。こっちで注文できるみたいです。なのでこう来て、注文すると、シャリ野菜とびっこサーモンとシャリ野菜エビエビマヨ。このシャリ野菜シリーズっていうのは前もあったんですけれども、その時と比べて一番下に海苔があるっていうのが改装された部分ということでしょうか。はい、来ました。ストローレスに対応しているカップでございまして、こう折ってこっちにパチッと入れればこれで飲めるっていうことなんです。こちらがシャリ野菜とびこサーモンでございまして、サーモンの上にとびこ、こちらがシャリ野菜エビエビマヨでございます。まずこれエビで、これがエビマヨなんですね。でその上にとびこ、あ、甘おいしい、甘くておいしい、甘おいしい、すいません、お豆三四郎さんみたいな言い方になっちゃいましたけども、まさにそれです。飲みやすい野菜ジュースですね。なんかもうこれに関してはスイーツ食べてる気分になるようなメニューって感じがしますけれども、すごい海苔はパリパリの感じでおいしそうです。ただ海苔がもうパリパリでいい感じなので、お箸じゃなくて手で持ってもいいのかなっていう感じではございますが、今回お箸で、いやいいね。これはこれでやっぱり海苔が入ることによって手巻き寿司感が出るんだ。それはすごく面白いし、なんか新鮮。ただちょっとエビエビマヨに関してはボリューム感がすごすぎて一口では無理だということはもう自分でも分かっていますが、どうしましょうとテンパっております。ここまで来ちゃってます。いやこっちも美味しいですし、どちらもパリパリの海苔の奥から出てくるみずみずしい海鮮とお野菜、このバランスが最高なんだよね。というわけで今回のくら寿司さんの新メニュー食べてまいりましたが、やはりお寿司のメニューもお寿司以外のメニューもどうしても攻めてて、攻めながら美味しいっていう、その姿勢にも味にも感心しちゃうっていうやつでございまして、そろそろ僕の大好きな麻婆豆腐であったり麻婆丼が出てきても違和感がないくらいの感じのバリエーションになってまいりましたっていうのは、まあ、いいんですね。それもいいんですけど、その話もいいとして、また変なコメントが来てんだ、だから紹介しますけれども、ハゲラッチョさんからのコメント、もしかして上手ですか。違うよ、人です。さあおまけのコーナーでございまして、今回結構食べましたからね、ビッグラポンチャレンジしていきましょう。せーの、ほいと、さあ来い、さあ来い、頼むよ。幽霊退治です。なんだ、待って、まあ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 、まだあるから、まだあるから、いっぱい食べてるから今回行こう、まだあるから。はい、マジックショーですね。絶対来ました。はい、もう確実に当たりの空気、よっしゃよっしゃよっしゃ、来た来た来た、はい来た来た、はい、ありがとうございます。ゲット。今名探偵コナンのやつ、お、コナンくんじゃん。そんなわけで今回コナンくん出ちゃいまして、めちゃくちゃ嬉しいんですけれども、実は10日からはもうキングダムになりまして、今僕がね見せてもらってるだけなんですけども、こちらがゲットできるそうでございます。こう来て、こう来て、こう来て、でこう来て、ここだよね。あと一皿行くかどうか迷うとこなんだよね。